イソリ、なぜお前が殺された？何があった？わしの二人の息子が荷車を燃やした罰として、モモコはこのわしにどちらを殺すか選ばせたんです。気の毒に。もう一人の息子はさらわれました。荷車を焼くなんてことを考えたのはその中太のはず。生きておるはずだ。どっちへ行った？橋の向こうへ。逃がしてやる。はあ、よかった。父親がお前を守ったと聞いたぞ。俺を？モーコはどちらを生かすか迫り、父さんは迷わず元太を選んだんです。元太が殺されると分かると俺を連れて行けと泣いて頼み、もう会えません。俺が元太を巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？俺はすでに死んでいたと。
します。助けてください。待たせてしまったな。おかげで助かりました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞこちらをお受け取りください。父親がおらぬ。罪に耐えきれず命を絶ったのか。仲の良い家族だったであろうに。